ダニエル・フォーセット・ティーマンは、アメリカの政治家、ニューヨーク市長、ニューヨーク州上院議員、科学と芸術の振興のためのクーパーユニオンの創設理事であった。実業家であり、マンハッタンビルに住み、そこで、顔料や塗料を製造会社で2回ティマンカンパニーペイントカラーワークスを経営していた。この会社はもともと父親アンソニー・ティーマン、兄弟ジュリアス・ウィリアム・ティーマン、 そしてニコラス・スティペルにより、1804年に創業された。父は1839年に事業から引退した。ティーマン研究所と工場はもともとニューヨーク23丁目と4番街にあり、1832年にマンハッタンビルに移転した。私立人学校で教育を受け、13歳では HM スコアフリー &CO のドラッグストアで見習いを始めた。 パールストリートの同店で1824年まで勤め、父の会社に入社した。1826年にその会社の共同経営者となった。父方のおじ、ジュリアス・ウィリアム・ティーマンは、ティーカイ・ティマン・カンパニーの共同創業者であり、息子はニューヨークの商業写真家、ヘルマン・ニューウェル・ティーマン。発明家、ピーター・クーパーの義理の老いにあたる。 1826年、クーパーの名マーサ・クローズと結婚し、3人の息子と3人の娘がいた。ニューヨーク市マンハッタンの自治区、ティーマンチョは彼にちなんで名付けられた。メレディス、ロイ、ザ・ワールド・オブ、マシューブ・レディー、ポートレーツ・オブ・ザ・シビル・フォー・ピリオド、ブルック・ハウス・パブリッシャーズ、1976、CFP69、ネビンス、アーラン、エイブラム、 S。ヒューイット、ウィズサムアカウントオブ、ピータークーパー、ハーパー＆ブラザーズ、P。百七十五、ハット ABCD、バプティスタ、ロバート J、ディーカイティマン＆、CEO、カラーワークス、マンハティンビル、ニューヨークシティ、カルランツ、インダストリー、ヒストリー、ジュライナナ、二千九、ルイス、ジェニファー、ガイドツーザ、HN、ティマン＆、CEO、フォトグラフコレクション、ニューヨーク歴史協会。 ニューヨークユニバーシティライブレリーズパブリッシャー2002トーマス C マッカーシー CH ニオブナナシーゴドフリーギュンター NYC ジェイルズ・ガバナーシビル・ウォー・メイヤー2014年3月21日閲覧ありがとうございます